どうもお疲れ様です、そっかじの久保です今回はね、農家に切っても切れない農薬の話をさせていただこうかと思いますえ実は我が家でね、お米を買う機会っていうのが年に数回ありましてその中でもね、カルガモ農法ですか農薬を使わないカルガモちゃんがね、害虫を食べてくれてそれでお米を育てるみたいなのがあるんですけどもこのカルガモ農法の農家さんにお邪魔することがあってですね そこでお米買うんですけども、確かに高いんですけども、でもとっても美味しいんですよね。そして安全性も高いと。で、さらにカルガモを見に行ってね、楽しませていただいて年に数回通って、で、10月にお米をね、売っていただくということで、その農家さんとのつながりもものすごくね、深くなるわけなんですよね。まあそうすることによって地産地表もできますし、誰がどのように 食べ物を作るのかという食育も入ってくるということがあります。まさにいただきますのは精神なんですよね。でそういった活動の中で知ることがあったんですけども最近はね農薬と一言で言っても私たちが幼い頃に教わっていた例えばね農薬漬けの食品みたいな言い方がありますけどもそんなに悪いものでばかりではないそうなんですよ。農薬も日々進化していて最近ではね 思考性農薬っていう言い方をするらしいですけども、この思考性農薬がかなり使われてるらしいんですよね。思考性農薬はどういうことかっていうと、例えばね、昔こういうこと聞きました。キャベツに青虫がついていたりする。うわ、気持ち悪いって言って避けるけど、そうじゃないんだよと。青虫が美味しく食べるぐらいいいキャベツなんだよって言い方ですよね。だから、青虫もついてないようなキャベツは、 農薬漬けで虫だだっってて食わないんだよって言いんよ言方しますしかしこれね実はね農家のねポジショントークだったんですよ。ね。農家のおやつさんにもしくは八百屋さんにね「何だよこれキャベツに虫がついてるよ」って言った時に口から出た出任せで「虫だっておいしいおいしいって食べてんだからこれにしときな」と。虫もつかないようなね大手スーパーにあるような野菜ってのは農薬まみれで食えたもんじゃないよっていうふうな言い方をするそうなんですよ。さそそうういいっったたところからそういった 商売上の貼ったりから多くの人は農薬を使っている野菜は悪いっていうふうに植え付けられたのかもしれませんけどもでもそういったイメージに立ち向かっていくのがバイオテクノロジーの研究者なんですよねなんとか大学とかねなんとか農業大学とかありますけどもまさに指向性農薬というのができて特定の害虫に対しては駆除能力が高いんだけども人間が食べる分には栄養価が高くなってむしろ安全みたいなねつまり 特定の目的のためにだけ作用する農薬ってのがあって、むしろそういう農薬を使わなければ、自然にさらされて、朽ちていくだけ、収穫高も悪くなる。しかも味も悪いみたいなね。まあ、こんなことが今起きてるそうなんですよ。だから思考性農薬のうち、特別なものっていうのは、味がいい。日本人に適している。長期保存可能。いろんな料理に向いている。煮炊きも OK。でも、 虫はつかないよっていうのここまでできるそうなんですよね、まあ、本当技術の進化っていうのは目が眩しいなと思いますけどもまあ幼い頃の思い込みのまま農薬と一括りに考えているとここまで進化してるかってことにね気づきにくいこともあるのかなと思うんですよね。まあ、これからもねいろんなことを学んでいってもしかして農家自身も思考性農薬ってものをね知らない。 方がいるのかもしれませんし JA の陰謀によってそういうものがね使えなかったりするのかもしれませんしね、うん、農家の世界ってのもすごいですね、うん、実際に農家の方とやり取りをしながらそれから地元の野菜農家さんと直接取引をしながら学ぶことって多いんでねこれからもねあっとびっくり意外な事実こういったものを気づく限り私のこのね YouTube チャンネルでもお話していきたいと思います あとはね、どれが本当か嘘かははっきり言って私には分かりませんね。本当だと思っていることをやってはいくんだけども、でも、数年後それが違ったってことに気づくかもしれませんしね。だから、とりあえず今はこう考えてるよ。こういうふうにしてるよってことでしかないのかなって思います。時代の流れは、変化は。すまじいですからね。はい。じゃあ、以上です。新潟のお米はとっても美味しかったです。お疲れ様です。